ナザレンコ氏に講演料を支払ってる政治資金管理団体、誰が責任者かお知らせしておきますね、岸田文雄っていう方ですと。政治団体がどういう活動をしようが、それは政治活動の自由ですから、それをとやかく言うことはないと思いますけども、しかし、こういう実態なんだということですね。ナザレンコさんって確かウクライナの方だったでしょうか。何回か私にも負のメッセージが届いた記憶があるんです。その方じゃないかなって思うんですけど、ちょっとドラさんに聞いてみましょう。政治金か、これ自民党総裁が自分の選挙区支部で日本会議のイベントの経費を負担されてる。そうなんですよね。で、もうはっきりこれ書いちゃってますけど、ナザレンコフドリーはウクライナ人の CIA エージェントです。ああ、そうなんですね。あれ、なのでそういうウクライナの方って今法律が変わって全て国のために兵役を課されるんじゃないですかね。いや、ずっと前からいるんです。ナザレンコは日本人。いや、その方でもウクライナ人でしょ。日本人ですか。なんですが、日本で、一定の工作活動を CIA からお金もらってやってる人なので、工作員です。あ、そうなんですか。テレビにもいっぱい出られてますし、万歳みたいなことも言われてます。あ、そうなんですね。ウクライナが勝ってるっておっしゃってる方でしょ。あ、勝たなければいけない、勝つための戦争だということを言ってこられた人。テレビって CIA のエージェントってもうそれ出せるもんなんですかね。出まくりで。あ、出まくっておられるんですか。あ、そうなんですか。あ、なるほどね。日本会議の広島のこの支部が、はい、岸田事務所だっていう、その選挙区支部から出してるっていう、そういう構造になってますね、これ。ということは政党支部って政党助成金が入ってますよね、当然のことながら。国民の税金で、日本会議のこの講演も支援しておられるか。自民党から政党助成金の支出として各支部に毎年1200万円払い込んでますから、はい、そうですね。だからここ講演会が支払ってるんじゃなくて政党支部が支払ってるって、はい、僕は講演会だったらまだね、それは自分たちで集めたお金だからあれかなと思ったけど、政党支部だとさらにちょっと、はい、いやー、びっくりしましたね。